あの僧は何と。戦で死んだ兄のことです。守り手を失ったことでどの僧も及び腰になってしまっています。腰抜けどもめ。静まれ。かつて兄のおかげでこの寺は賊から守られたこともあったというのに。こたびは我らで守ろう。ご本尊を見つけ寺に戻しましょう。たまに持ち去られたと聞いた。後を追うぞ。怒っておるな。何を根拠に。話さぬからだ。あの聡明が兄上について知ったような口を聞くからです。一人で戦ったと聞いたな。それは噂。実際は兄の指示で三人の僧兵が戦いました。足止めか。尊い犠牲です。僧兵は死にましたが、その身を呈したことで兄が賊を斬り寺を守れたのです。西海様、あれを。寒い。何があった。一人で猛虎の後をつけて本尊を返すよう頼んだのですが。どちらへ行った。森の外に行きました。山の方へ。次は平和な世に生まれますように。この僧も寺のために命を懸けたのです。お主もだろう。さら、さあ。野営です。本尊があるはず。まずは奴らを罰してやらねば。本尊を探せ。
あそこ。大昔に空から落ちてきた星を掘ったものだそうです。麗しい。島に二つとない宝だ。寺に返してやろう。兄が成敗して名を挙げた賊もご本尊が狙いでした。これまでに幾度も盗まれそうになったはずだ。また新たな犠牲が出るのでしょうね。盗まれた方がいいか。いえ、しかし宝が多いからこそ欲や妬みを呼ぶのです。櫛寺には叔父上と来たことがある。幼いながらも本尊の美しさに驚いたな。幼い頃、私も家族と櫛寺を詣でに来ました。その時僧になろうと決めたのですが、今は何を守ればいいのか。この対馬を守れ。そうですね。よし、ソラ。
龍蔵曰く、そなたは無類の剣客だと。この身で確かめさせてくれ。信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。龍蔵の話、偽りではないか。それはどうかな。お主、なかなかの使い手であった。